今ね、これほら新庄さんのこういうやつね、でこれ見てて、でこう終わりの方ね、でこれで新庄さんが監督になる前にね、でこれこういう動画の中でプロ野球のレベルを上げたいから選手になるんだって言ってたのね。で監督になったんだね。で私思うよ、あんまりにもひどいからプロゴルファー のレベル上げるためにね、じゃあ私が QT 受けてね、試合に出てもね、でもみんなのレベル上がんないよね、うん、そうじゃないんだね。だからこれ今我慢してるけど YouTube で私のパクってやっているプロでも、これ女子プロばっかり成功して男は真似さえもできないんでね。なんでかって言うと基本が違いすぎるから、もう呆れちゃうんだね。だからああいうの直すのどうしたらいいんだろうって思うよ。まあ、新しい男の子たちに教えてね、そういうスクールやってね、クラウドファンディングで例えばお金集めて、でそういうスクールを、まあ、普通の安い値段でやって、ゴルフ分かんない時があったら来てって、子供ジュニアのねそういう育成の教室やるとかね、すればそりゃいいかなと。もう交代だね、要するに違う選手になるわけだからね、レベル上げるっつってもね、今やってるやつら下手くそすぎてダメだから、もう理論が違うんだから、クラブをギューって握っちゃってんだから打てるわけない、あんなんじゃね。で今度はゆるゆるに持ったって打てるわけないよ。普通にギューって握ってもゆるゆるになるぐらいのね、そういう持ち方じゃないとダメなのよ、ゴルフっていうのはね。でうん、これ見ててそう思ったの。だからどうしたらいいかなって思って、うん、で私どうすればいいねっていうのを考えたわけよ、ね、だからでみんなそれやってるけどうまくいかないよね。どうしてかっていうと、うん、やっぱり実力がないんだろうね。そこへ行ったからってうまくなるわけじゃないから、それでなんだよ、実力の問題なんだよ。これはコーチとして監督としての実力なんだね。僕はそう思いました。はい、これぜひ見てください。で私がこう出てきて言いたいんだけど、まあ、言ってもしょうがないから言わないっていう私の考え方は良くないね。だからこういう動画作ってさ言うのがいいのかもしれないけど、とりあえずそのまあ真実専用じゃないですよ、私63だからもうね、だからやりようがないんだけど、でもチャレンジはしてもいいかもしれないよね、本当はね、うん、どうもありがとうございます。すいません。